竹のオスメスの見分け方の、まあ、プロフェッショナル、はい、はい、ムチゴケがわからないそうです。わからない。そう、それはなかなか室内で受精を起こすのは至難の技ですね。ガラス。ここにあの動卵器の口があって、ここから精子が入っていくんですね。はい、こんにちは。今日はミュージアムパーク茨城県自然博物館、宇沢美穂子さんに苔のオスメスについて話を伺いに来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。基本的なサイクルについて簡単に説明してもらってもいいですか？はい、苔にはオスとメスが一つの茎にできる雌雄同種の種類と、はい、オスとメスが違う個体にできる雌雄異種の種類があります。これはですね、苔の中で1対1ぐらいに実は分かれているんです。なるほど。その種類によって時期は違うんですが、うん、季節になるとオス株には造成器と呼ばれる精子を作る袋が、メス株には造卵器といわれる卵細胞を作る器官がそれぞれできるんです。それぞれ精子と卵細胞が成熟すると、精子が雨の日に水の中に泳ぎ出て卵細胞までたどり着くと受精が起こります。精子と卵細胞が受精をすると、この造卵器という袋の中で新しい胞子体と呼ばれる、まあ、の胚とも呼ばれることがありますが、うん、それが育っていきます。でそれが育っていくと胞子の膨らみができて、でその膨らみの中に胞子が形成されて、胞子が成熟するとそこから飛び出ていくということになります。胞子能が上がってくる時期っていうのも苔の種類によって、はい、全く違います。うん、受精から胞子体の成熟にかかるまでの時間というのが、はい、まず種類によって全く違っていて、うん、短いものでは1ヶ月ぐらいで熟してしまうものもありますけれども、長いものでは1年、さらに長いものだと2年がかりで、2年がかり、はい、胞子体が熟すものもあります。ゼニゴケなんかは実はすごく短くて、はい、1ヶ月ちょっとぐらいで受精から胞子散布まで行ってしまうんですが、コツボゴケとか、はい、あとスギゴケの仲間なんかは1年ぐらい、1年ぐらい、はい、人間の場合と月10日ですけれども、はい、それよりも長いことが普通なんですね。なるほど。6月の梅雨の頃受精が起こって、はいはい、それがすぐに胞子能になるんじゃなくて、はい、翌年なんですね。コツボゴケ仲間さんに6月ぐらいに受精したものが、うん、次の年の6月か7月ぐらいに成熟しますね。苔は胞子を作って生殖していく生き方と、自分で無精がクローンを作って増えていく増え方としては2種類だと思えばいいんですかね。そうですね、うん、はい、無精生殖と有精生殖と、はい、どの苔もだいたいその2パターンを使うんですか？あ、いえ、そうでもないですね、うん、どちらか片方だけという種類もたくさんあります。全く国内では生殖器官の形成が知られていなくて、はい、で無性生殖だけで生きているような種類ですとか、逆に無性がほとんど知られていなくて有性生殖だけで生きているような種類もあります。コケテラリウムを育てて胞子体が出ているのって可愛らしいじゃないですか。卵毛とか人気なんですけども、質問が多いのが、来年つくのかなと思ってたらうまく胞子能がつかなくてちょっと残念だったとか、育て方失敗しちゃったのかなっていう質問をよくいただくんですけども、それうまくつけるコツとか、なんか仕組みっていうのはあるんですかね？コツと言われると非常に難しい、難しいなというのが感想ですね。今お話ししたように、はい、胞子体が目に見えるようになるまでと受精の間には非常に長い時間がかかりまして、胞子体を作ろうと思ったらもうその1年ぐらい前から苔の方は準備をしなければならないわけなんですけれども、ほうほう、
その時に刺激になるのが日照条件、日が短い長いの条件が変わることでしたり、あとは気温の条件、非常にあの自然の条件に左右されるんですね。でその自然の条件が変わることによって増卵期や増生期を作るスイッチがフグコケに入るわけなんですけれども、室内で栽培をしているとそのスイッチがなかなか入らないという現象が起こります。なので野外でうまくスイッチを入れられて受精までできたものを室内で育てればうまくいけば胞子体が出てくるかもしれないですけども、受精済みだったら1年後にうまく出てくるかもしれない、はいね、っていうことなんですね、はい、なかなかあの室内で受精を起こすのは至難の業ですね、うん、ガラスの同じ容器の中にオス、はい、メスが入ってたとしても、はい、成熟が起こらないから受精しないってことなんですね、はいはい、そうですね。胞子、それをまいて増やすみたいなことも可能なんですかね。可能ではないと思うんですが、うん、かなりあの気を長くして待たないとダメかもしれないですね。胞子からまずあの、まあ、原子体っていう糸状の体ができますけれども、その糸状の原子体からところどころ形容体の芽が出てくるんですが、うん、胞子の発芽から形容体の芽ができるまでに少なくとも半月はかかると思います。あ、ちょっとだけいいですか、はい、そこに育ててるの胞子から育ててゼニゴケさんが、5月ぐらいに胞子をまいたんですよね。4ヶ月近く経ってようやくなんかここがそれらしいゼニゴケらしさが、でもなんかゼニゴケはすごい生育旺盛なイメージがあるけど、こんなもんってことですね。そうですね。コケのオスメスの見分け方の、まあ、プロフェッショナルってことなんですけど、そんなことばっかりしてますけど今日いつも作品に使っているコケを実は6種類持ってきてみたんですけど、これオスなのかメスなのか見分けてもらおうかと思って持ってきちゃってみたんですけど、これはい、お持ちの方はあの平凡社の日本の野生植物、この図鑑の中に種の説明の中に必ず雌雄異種とか雌雄同種って雌雄についても書いてあるんですね、はい、これがまず一つの手がかりになります、今日6種類あるんですが、はい、この中で雌雄別なのと同種なのっていうのはどんな感じですか、はいはい、そうですね、まずですね、はい、この小壺ゴケは雌雄異種ですね、オスメスが違うタイプ、高野の万年草も異種でしたね、うん、そば沖縄ゴケも一種で、同種なのが卵ゴケだけでしたね、ムチゴケがわからないそうです、わからない、そう、それは私もあのさっき図鑑で見てびっくりしたんですけど、ムチゴケは今のところ生殖器官が見つかっていないそうで、これは見つけたら大発見ですね、同種なのか異種なのかもわからないそうです、まだ謎だらけ、はい、本当にあの基本的には無性的に生きている種類なんですね、はいはい、この中だとこちらのヒノキゴケにたくさん胞子体がついてますね、はい、うん、この胞子体が出ている茎というのは必ずメス、メス、はい、ヒノキゴケは雌雄一種なので、うん、で胞子体がついていると必ずこれはメス株なんだなっていうことが分かります。今持ってるこれはもう確実にメス、はい、この中にオス株があるのかというと、うん、実はこれはパッとは分からない、分からない、かなりあの細かくですね、うん、解剖しないといけない。小壺ゴケ、はい、なんか今宇沢さんに特別に雌雄分かりやすいサンプルを取ってきてもらっちゃいました、はいはいはいね、こちら持ってきていただいたものは、はい、オスなのかメスなのか分からない枝なんです。地面を這う、はい、あの横にこう伸びてるやつ、伸びてるのはオスとメスが分からない茎です、この中からですね、特に春先になるとこういう風に直立する茎が出てくることがあるんですね。でこの直立系が
オス株とメス株がはっきりと分かる茎になります。このこっちに持ってるのがオス、こっちに持ってるのがメスになります。小粒ゴケの場合はオス株とメス株が形態的に比較的分かりやすくて、オス株は茎の長短が花のようにカップ状になります。メスの場合は茎の長短にですね、ちょっと大きめの葉が密生して増卵期を守るようにたくさん葉がつくんですね。オスの場合はこのカップ状の中に水を溜めて精子を泳ぎ出させると。どちらも一番上のところに、生殖器官があるってことなんですね。増卵期が、それは肉眼で見てもわかるんですか？残念ながら肉眼ではほとんどわかりません、はい、あの増卵期って長さが1ミリぐらいしかない非常に小さなものなので、まあ、ルーペでよく見るとちょっとだけわかるっていうような感じなんですが、私は普段実体顕微鏡の下で先の鋭いピンセットを使いながら外側を包んでいる葉っぱとかをペリペリそーっと剥がしてですね、オスなのかメスなのかを調べるっていうようなことをよくやっています。それとも顕微鏡を覗きながらの解剖っていう感じなんですね。そうですね、解剖ですね、はい。これが増卵器です。増卵器がいっぱいついてるって感じですね。あの数十個束になってこうやってつくんです。受精できるのは基本的にこの中の1個だけなんです。ありますかね、ここにあの増卵器の口があって、ここから精子が入ってくるんですね。